はい、億万長者合宿をご覧の皆様こんにちは。今回はね、再現性というテーマで、お題いただきましたんで、私も再現性についてね、これ何度目ですかね、再現性っていうテーマで話すのは。再現性を、重視する方っていうのはまずうまくいかないんですよ。例えば前回もね、吉谷さんの、実績報告でもあったんですけども、私も同じようにね、月収1000万とか継続的に月収200万とか300万とか、そういうのはね、いるんですよ。速稼塾生さんの中にも自由を手にした方いるんですけども、再現性がもしねあるんだとしたら、こうばらつかないんですよね。月収100万で200万で横に揃うわけじゃないですか。でもある人は全然月収が取れない、ある人は月収10万、ある人は月収100万、ある人は1000万っていうふうにばらつくってことは、これ再現されてないわけなんですよ。で、なんでそういうふうなことを言うかっていうと、再現性を求めるんだったら、私と同じようにね、ピタッと全く同じような活動とか実績を再現しなくてはならないんですけども、まず不可能じゃないですか、そういうことは。私がいくらね、動画で、そしてこういったね、メッセージで伝えても、それを正確に汲み取って同じような行動とかするのっていうのは不可能なわけなんですよ。ですので、一部の方はなかなかね、その行動とか意味をつかみ取れずに、やきもきする方もいればですね、せっかく理解をしたのに行動しない人もいれば、行動したんだけども継続しない方がいるわけなんですよね。だから再現性にこだわるとまずうまくいかないと。再現性 100% ですよって歌ってる方についていって、それ 100% なわけないんですよね。それはもう完全に人を釣るための 100% であって、人を釣るために再現性とかいう言葉を言うわけなんですけども、再現性なんてそもそも自分自身でも再現できないわけですから。で、私がね、サイトを1万4000サイト作りました。で、同じように、じゃあ実績のね、月収200万とか300万を18ヶ月連続で続けてトップアフィリエイターになろうと思ったら、もう1回1万4000サイト作ればいいのかって言ったら、1万4000サイト作っても多分ならないんですよね。その時期そのタイミングにやったからこそ、そういうふうな効果が起きるわけであって、今はもっともっとね、そのアルゴリズムも変わってますし、広告の中身も変わってますし、Google のね、仕組みも変わってますんで、それは無理ですよ。ですんで、YouTube にしてもそうですし、FX にしてもそうですしね、何にしてもそうなんだけども、再現性っていうのを求める限りは、それはうまくいかないんですよ。そうではないんですよね。でもやっぱり基本的にはね、基本的にはやらないといけないことは、教わったことをそのまま素直にしっかりと継続してやるってことなんですよ。ここでまずほとんどの方は無理ですよね。なぜそれを無理って言えるかっていうと、大体ね、始めた時はなんとなくやるんですけども、じゃあ速稼塾のカリキュラムである最初のね、自己アフィリエイトをやって、その自己アフィリエイトを人に教えましょうっていう、このたった一言ですらできないわけですよね。自己アフィリエイトをやって、やった方っていまだに自己アフィリエイトやってるんですよ。で、他のことをやればいいんですけども、いまだに自己アフィリエイトだけなんですよね。じゃあそれを早く人に教えてですね、じゃあ2時間で1万円でも稼げる方法という形で、その方にね、無料でもいいから、コーチすればいいわけなんですよ。でもそれをしないというね。で、それをしないと稼げるわけないんですよ。そしてお金をくださいってことも言わないですよね。いつまでたっても新しい商品を買ったりとか、商材を買ったりとか、チャンスをあちこちと探していったりとかね、そういうことではないんですよね。やっぱり私たちはインプットの時に儲かるわけじゃなくて、アウトプットの時に儲かるわけなんですよ。だからアウトプットをどのぐらいしたかっていうことと、やっぱりそれからね、最近 YouTube を始めた方にもしっかりとね、お伝えしたんですけども、再生数が上がらないとかね、チャンネル登録者数がなんでね、伸びるそのスピードが遅いかってことをちゃんと考えた方がいいです。それは人気がないからなんですよ。出してるものの意味がないんですよ。これはね、冷静に捉えないといけないです。やっぱりね、実績がちょっとでも上がったら、励ましてあげたいし、褒めたいところはありますけども、それは簡単にできるんですよ。ただね、その YouTube で暮らしていきたいっていう人が、再生数が10上がって喜んでるようじゃダメなんですよ。で、チャンネル登録が10人になりました、20人になりましたっての喜んでるようじゃダメなんですよ。それではね、そこで暮らしていくってことにはなんないですよね。で、ましてやね、少人数のその再生数とか、それからチャンネル登録者数の方にフォーカスして商品を売っていくってことだったらまだいいんですけども、売ってもいないわけですから、それはチャンスはないってことなんですよね。という意味で、再現性とかいうのはもうね、その人次第なんですよね。いくらこちらで再現を高められるような動画とかね、ノウハウを作ったところで、それをやっぱりね、実践的再現をしない限りは、それは結果に結びつかないですから。それから私もね、自分の塾が再現性 100% だとかね、再現性の確率が高いですよってことは一言も言わないです。それはやっぱりばらつくんですよね。その人の今まで生きてきた人生とか、理解力とか、アウトプット能力とかね、余剰資金とか余剰時間とかでばらつくわけなんですよ。で、そこまではわからないので、基本的には同じことをやれば同じ方向に向かうよってことが言えるぐらいなんですよ。私でしたら40過ぎてネットビジネスで何とかしたいなと思うようでしたら、私のやってきた方向だったら、おそらくですけども赤字麻雀店を経営して、何のセンスもない自分でもね、短期間で、多くの資金をね、稼いで、それから多くの方の信頼を集めて、そして未だにこういうふうにね、隠居暮らしといいますか、今ね、世の中いろんな騒ぎが起きてますけども、私はそういうところと切り離された生活が送ることができるということなんですよね。与沢翼さん、この前動画を出してましたけども、なんかテレビの取材があったんですかね、今ほとんどの資産が目減りして10億円ぐらい損したみたいなこと言ってますけどね。でも暮らしは変わんないわけですよ。
まあ、都市封鎖とかでね、だいぶ窮屈にはなってるみたいですけど、与沢さん言ってたのは、もともとそういう暮らしをしてたっていうんですよね。私も同じ気持ちなんですよ。もともと人に会わない、外出しない、どこにも行かないっていう暮らしを送ってましたんで、まあ、基本的にはね、この部屋の中の環境が変わらなければ私の世界は何も変わらないんですよ。私の世界は多分この動画を見てらっしゃる方の誰よりも小さいです。なぜならこの半径10メートルぐらいしか私の世界はないですか、私の人生はないですからね。皆さんいかがですかね。やっぱりいろんなところに行っていろんな人と会っていた、それが今自粛で閉ざされているとすごく窮屈を感じるんじゃないかなと思うんですよ。その窮屈な、なんですかね、閉塞感がビジネスにもね悪い影響を与えていくのか、それともねその閉塞感を打ち破るためにせめてビジネスだけでもと思ってそこでね実績業務をドーンと伸ばしていくのかってことになってきますけども、まあね、この時期にねあれこれ新しい情報が気になっているようではダメで、今手元にあるものだけで十分自分を支えるぐらいの収入は得れますから、誰でもそうです。そういう意味のある人生を30年40年50年と積み上げてきたはずですよ、あなたは。ですんでね、自分の内側にあるもので常に勝負していただきたいと思います。新しいものを求めても何も生まれません。新しいものを求めるってことは今までの自分がね全く価値がないってことを自分で認めてることになるんですよ。もちろん私はそれを認めたからこそ新しい世界に入ったわけですけども、新しいノウハウですら再現させないわけじゃないですかね、実践をね。再現性のある実践をしなければやっぱり再現性のある結果は出ませんから、ですからね、私の口から再現性が高いとはねとても言えないですね。行動する人をある意味それは信用してないってことでもあると思うんですよ。まあ、ですんでね、私のこの考えを打ち破ってもう見事ね、結果を出して成功の道をたどっていただく、そのね速稼塾の中でも生え抜きの方に並んでほしいなと思いますし、今ね私のところからもう卒業して各方面で活躍されている方が結構いらっしゃいますので、まあ、そういう方もね最初はなかなか実践できなかったということでもあります。まあグダグダとお話ししましたけども、これからね本当に厳しい時代になりますよ。もうどの仕事を選ぼうかなっていうことではなくて、どういう仕事を作ろうかなっていう発想になっていかなければなりません。そういうふうなね再現性を求めるよりも創造性に重きを置かなければもう生きてはいけないんじゃないでしょうか、ということで今回の放送終わります。